あ一大メニュープレゼンさせていただきたいのは、こちらアルゼのレインボークエストです。日記種名はこちらビーナスセブンでございます。かつて、ビーナスシリーズといえば初代であるビーナスラインという台、まあ、ここねパネルにはビーナスラインって書いてあるんですけれども、ビーナスラインという台がありました。設定1でフル攻略、するだけで1130機種目ですね、アルゼのプラズマアタックです。まあよく私の動画とか、まあ、その生放送とか見てくださってる方であれば、まあ一度は名前を耳にしたことがあるかもしれないかなという機種でございます。私ねこの台がね大好き、でも全然詳しくない。ただねもうね見た目が最高じゃないですか。ちょっとコイン入れますね。このさピンクの縁の白7、美しい。そして少年、このバーかっこよくない？でベルト、スイカとリプレイ、めっちゃちっちゃいでしょ。でもうねちょっと今またパネル映ってるか分からないですけど、このパネルプラズマアタック、これもまたインテリアだけで欲しいようなパネルではありますけど、もうこの台はねとにかく筐体が好き。そしてビッグチェの曲もまあ悪くない。でゲーム性意味不明もうねなんならイエスロで欲しい条件の一つとして、もう一つある、まだ未開拓に近いぐらいの、そんなまだゲーム性をね完全に把握しきれてないような力士もまた欲しいということで、このプラズマアタック指名させていただきました。この台ね意味わかんなく仕事をするんです。でこれ今揃ったけど、こんなのとか外れても全然当たんないですから、はい、すごい変速ショートをしてますね。でこれ滑って外れても全然当たんないし、そう変速ショートの嵐です。で第二停止の時とかにショートをしてチャンスランプつく時はですよ、棒のせいからテンパってないのに。そしたらちょっとだけチャンスです。なんすかそれ。あ、それ告知ランプじゃないんだ。そうでアレックスみたいにこれがあるんです、ベルベルバーの1枚が。でそれでよくフラッシュがガセったりする。こんなのとかも出るよ、ほら仕事遅いでしょ。で枠上白とか外れても全然当たらない。ほらこの変速ショート、もうディスクアップでなんか出目が好きになりましたみたいな人だったら、もうなんか完全に置いてかれるような台ですよね。え、何この台、ふざけんなよって一瞬でなる台。ほらもういきなりガセフラッシュみたいなの出た。ショートほらこれこれこれ、横こうになるとこうやって第二停止で転倒ですね。第二停止でチャンスがつきながら転倒したベルでしたね。まあこんな感じ。当時ねアルゼはねちょっと路線走ってわけわかんないのを増やしましたね。グランシェルあたりからかな。このね隣にある台もこの後紹介する台も結構意味わかんないですよ、うん、ただこっちの方もっとわかんない。だからわかんないなりに僕今日打ってきますから全然わかんないです。この台の良かったところって、あこれ1枚かボーナス違った、あほら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 、あ強そう強そう、スイカかも。そうこの台の良かったところって、第3停止でボーナスエガラをぶっ込みに行くまで当たりか外れか結構裏切られないというか、あもうダメってならないイメージ、それが良かったイメージはある。まあいいのこれはもうね、全然欲しくなったとかって言ってもらわなくていい。なんなら欲しくなったって言われて僕が欲しいから、うん、いやだこれさマジでかっこよくない、このピンク白なら。確かに、ね、ピンクの縁があるのがかっこいい。そうあとこの少年も結構良くない、もう今すぐビックルマンシールにしてほしいでしょ。そういう台こそ導入してみてもいいかもしれない、うん、うわ V フラしてる、ブラララブラララブラララ、 VV ってなってベルV フラでスイカまではね、最近のアクロスでみんなも許したと思うよね。わっ当たったくせ、これは昔からある一瞬のフラッシュですね。そうでしかも出目的に超強そう。うわ滑った、レギュラーくせあレギュラーだ。おそうだバーバーならもうビッグだからね。でまあ出目見ようぜせっかくだから、こんなんで当たりだってよ。当たった、何これリップリップ少年、何これ
でもこれ左4コマ滑ってるからね。じゃあまあ揃えるか。何色がいい？まあバーバーナナが好きだけど、少年も好きなんだけど、あとこれ曲が確か違うんで、少年を揃えたいイメージがあるな。まあでも少年でいきましょうよ。少年行く、スイカ付きがいいな。行くよ。はい、ね、めっちゃかっこよくない？これやばいっしょ。いやーたまらんね。この後ずっと聞いて、ちょっとまず聞いて。なんかさ、若干和風テイストも入ってるよね。忍者っぽいとこあるじゃん。いやー超かっこいい。もうずっと聞いてたい。今日は新人さんの研修で写真タイムがありますから、皆さんこうやって雑誌は作られていくんです。はい、ありがとうございます。いやでもこのカメラタイムの間にビッグショーの曲がめっちゃ聴けたから、確かに大満足。あとはちょっと耳取るよ。こっからはあの予告音が聞こえなくなる。そのマイクがあれば聞こえるけどね。まあ聞こえるかな。あ、聞こえた。テロリロリンって言った。予告音鳴った場合はなんだっけな、どっちがどっちか忘れちゃった。書いてあるか。予告音鳴った場合は、あ、そう、スイカ整列だ。スイカ、え、ああ、おは外れだ。そうだそうだ。で、鳴らないときは、これですね。D マックスっぽいでしょ。15枚。はい。で、予告音聞こえないホールで打ってたときは、もうね、右下段にスイカをしてました、こうやって。で、外し。下段受けは、バーを上段見たかな。あ、ミスった。まあいい。このジャックゲームも好きだよ。いやー何年ぶりだろ弾いたの、マジで。このビッグの曲が本当に好きでさ、でしかもこの見た目、やっぱね、この当時のね、アルゼの曲はね、結構なんか筋がぶっ飛んでるんだよね。うん、グランもそうだし、ドンツーもそうだし。で、当時の機種なんですよ、隣にある。この後紹介するのも、こっちはね割と普通なんだけど、いや、プラズマもね、十分ぶっ飛んでる。このビッグの曲たまらんよな。いや、この頃のアルゼって、うん、ロケテストとかよくやってたじゃないですか。はいはい。だからぶっ飛んでる台結構あったんですよ。うん、これ絶対世には出ないよねっていう。そう、これはギリギリなんとかそこはクリアした台なんですよ。そうですね、出るは出たんだ。ただ台数は少なかった。はい、というわけであんなミスでも455枚。いやー、いいな。もうたまらんね。もうこのままずっと打っていたいね。なんだっけ、あのバズワサビって。やべー、楽しいよ。時間経つの早いな。ほらね、だん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 そういう風に言い始めるの分かってますから、うん、もうちゃんと次の機種っていただきますからね。そう、もう次の機種も適当にプレゼンしよう。10分終わってからこのプラズマを打つためにそのさじ加減は確かにできるね。おいっす。スイカじゃないこと祈る。スイカかー。いいよな、なんかこの台、運よくこの台を稼働対象にできた人とかは逆に羨ましいっすね。ね、そのホールによって甘いく使ってた機種とかって当時はね全然違ったんで、今以上に。そんな中でプラズマッチアタック導入しすぎちゃったから、ちょっと設定ちゃんと入れておこうかなんていうホールがあったホールで打ててた人とか羨ましいっすよ。そう思う台がいくつもあったね。まあ、俺はそのね、好きだけで打てないから、稼働中心で打っていたとしても中にはいたでしょうから。最後にじゃあプレゼンの見てる皆さんに思いの丈をお伝えください。俺が買うから買うな。はい、というわけでですね、4代目
ご紹介したいと思います、こちらアルゼ、またアルゼですけれども、アルゼさんのファイナルミッションでございます。さあもう見てパッと見て、はい何者ねっていうのはもう見てお分かりかと思います。もう前面のパネルから下パネルに至るまで全てにおいてミリタリー柄、はい、でございますから、もうもろ軍隊を、イメージした台でございます。でまあ見ていただくと分かるように赤7青7、これなんていうの、迷彩7、陸海空的なイメージなのかな、うん、かっこいいっすよね。空、まあなんか陸海空ってのもおかしいんだけど、はい、まあ、この台の最大の魅力は何でしょうねこれもあのプラズマタックと同じような予告音があります。ファイナップロワーボーナスかな、うん、この台は3色の7、絶対これはあの曲が違うっていうのと、あとはもう見た目が最高じゃん。もうそうだ、まああのね、雰囲気、いろんな雰囲気が好きな人がいると思うんですけども、もう GI 以上集めてる人とかだったらもうこれ持ってなきゃもうむしろマニアじゃねえよぐらいに。あのもう一つイメージがあるのは、この台は面白くない、正直あんまり面白くないイメージがありますね。キャンセルの効かないバカみたいなフラッシュが出てピキンってウィンランプついたりするぐらいで、別にリーチ面をほらほら攻撃するよ、第一ステーションしたらボーン終わり懐かしい懐かしいよね、はい、本当しょうもないんですよ。でしかも子役狙いここ狙うんですけど、それは覚えてる、手榴弾滑ってきたら手榴弾狙うんですけど当たんねえっすよ、以上だまあ今日はね適当に押しますけど、ただこれで、ね、この台さんほら7の絵柄もいいし曲も結構いいし、とにかく台の見た目が最高でしょ。こういう雰囲気を求める男、こんなのとか出るんね、男の中の男みたいなパチスローチにはたまらない一台なんじゃないですか、これどうですか、はい、どうなんですかね、うん、僕わさびさんからファイナルミッションって聞いた時に、はい、ファイナルミッション友達の家に行って会ったら、うんうん、俺ちょっと引くかもしれないな、なんで引くのそんなん言われたらもう今うずうずしてる方いっぱいいらっしゃいますよ。そんなん言われたら俺買おうかなみたいな、なんで引くんだみたいな、おーゲチェラン絶対入ってない打ち返されてるんですよ今、わかりますダララって打ったでしょ、でダララダララダララって打ち返されてやられたんですよ。まあかっこいいっちゃかっこいいと思いますよ、パネルとか、うんうん、そうそうそう、上パネルとか俺雰囲気好きだなと思って、うん、ちょっとなんか上パネルサバンナチャンス感があるじゃないですか。そうね、ああ分かるよこれでしょ、うん、でもいいじゃないこういうね、なんならこの台の、モチーフは、ね、ファイナルミッションって言って、でしかもこうちゃんと思いっきり軍隊してて非常に分かりやすいコンセプトじゃない、うん、でも曲ももちろんオリジナルだし、そういうのを考えると、まあ、非常に分かりやすいんだけど、この当時の台ってこれはプラズマアタックとファイナルミッションってほとんど同じぐらいの時期なんですけど、この当時ってもっと意味の分からないモチーフの台ほらいっぱいあったからね。ありましたね、うん、それこそロケテストで、そうそうそう、世の中にこう出なかった台っていっぱいありましたから、うん、そうエメラージュとかもなんかただキラキラしてるだけっていう台でさ、緑色で何がしたいのかよく分からなかったよね、うん、そういう台いっぱいあった。あの当時であと好きだったらまあなんかいい感じなんだけどね、いい感じなんだけど絶対入ってないんだよ。そうネズミ剣山っていうのがまあね僕よく言うんですけど好きだったんですけど、うん、そのロケテストの中でもさらに1店舗しか入ってなかったんでかなり微妙な台ではあるんですけど好きだったのと、んちょっと待ってダブテンさせに行ったんだけどもう否定されたからこれ絶対お前やられるやつだろああ、でもね俺ね今回このファイナルミッションすっげー久しぶりに触って思ったことが一つあるんですけど、はい、プラズマアタックは過去の思い出通り各リールの絵柄美しくてすごく綺麗な台だなと思ったんですけど、ファイナルミッションよく見ると7の絵柄とかあんまり綺麗じゃないね、
ほら、なんか結構さ、茶色くない色の塗り方。なんか悪口がいっぱい出てきたぞ、この台。お、どこをしてもさ、手榴弾がさ、ボーナスの上にいるからさ、全部なんかダメなデメになっちゃうね。わかるでしょ、言いたいこと。ほら、こうやってなるじゃん。ダメなデメ。ほら、これ多分手榴弾だよ。でも俺手榴弾一応下段に押したつもりではあったんだよ。ダメ。わかんない、パイナップル大部位。ん？パンパイナップル、あ、じゃない、手榴弾テンパイ。うわっ、おー、すげえ滑ってきた。ああ、あー、いるいる、それはいそう。やっぱ下段にちゃんと手榴弾押せたんだ。やべ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 。すげえ派手。おー、いいラインです。おー、いいね。はい、まだやってる。ドゥルルルルル、懐かしいな。別にミキシャの曲は、そうそうそう、だから迷彩だってあんま良くないんで、青ならだってやっぱかっこいいの。ね、ボーナス中は実は普段とレア役の扱いが変わりまして、まあ今ジャックインしちゃったんだけど、ビッグ中手榴弾、目押しが必要な手榴弾の方が8枚で、パイナップル、目押しいらないパイナップルの方が15枚になるっていうね、ちょっと変わった、台ですね。普通ね、例えば花火とかだと逆でしょ、逆っていうか通常時通りじゃない、その枚数の多い少ないが。でも俺ここ好きだよ。これもう完全にファミコンウォーズだからね。わかる、ファミコンウォーズ。ファミコンウォーズ分かるなんてもう40代以上だけだよね。おい、500枚、500いった、500いった、すげえ。はい、503枚、すげえ。いやー、リーチ名もあれだし、あと極度な滑りをするね。さっきもなんかボーナス成立した後に赤ならすっ飛んでったけど、それで当たりみたいなのあったね、成立後にね。うん、あ、うわ、それはそれは大丈夫でしょう。そうそう、これで、主流弾7がここに止まる。ほら、青でいい、青がいいんだって。ほら、かっこいいでしょ、かっこいいよ。今度はちゃんとかっこいいから、でね、急にファミコンウォーズになって、そう、ここはね、いきなりファミコンウォーズになるんだ、そう。まあでもあれだよね、ちょっと2回目のビッグがノー、無エースから入ったじゃん、あそこにちょっとこの台の可能性は感じたよね。まあそんな中で、紹介させていただきました4機種目はこのアルゼのファイナルミッション、ぜひオブジェとして買っていただく分にはいいんじゃないかなと思いますけれども、ちょっと8万は高いな、俺はいらないかな。というわけで5台目でございます、パチカメの方でご覧になっている方はこのバトルナイトのオリンピアさんのバトルナイトのですね、プレゼンも見れるということになっているかと思いますけれども、私も5台目にしてもうクタクタでございます。この台は、お花火のような大量獲得機ですね。しかも外しとかめっちゃ簡単っていうね、技術介入要素としてはちょっと物足りないところもあるかなと思うんですけれども、
まあ、それを、忘れさせてくれるような見た目のかっこよさ、ゲーム性の良さ、そして、BGM の素晴らしさ、当時のオリンピアにふさわしい台でございます。何にも音聞こえねえんだけど。この台、バトルナイトって言いながらチェスが、パネルなんかに描かれてると思いますが、あのね、チェスをモチーフにした台っていうのは、あの昔ボーラショップっていうね、あの非常に名機がゲッターマウスの色変え版みたいなやつがあったんですけど、超絶面白かった。バチスローはね、多分ね、チェスをねモチーフにすると間違いない。これあの他のメーカーさんも覚えておいていただきたいなと思うところでありますけども。お、そうそう、そうだ、このルーレットあった、ルーレットあった。そうでした、そんな台でした。いろんなものを思い出しました。大量書くときでよく大花火を持ってるとか BMAX を持ってるとか方いると思うんですけど、ちょっとこれ変な台のね、あ、お、カンカンでした、強いぞ。うう、まあ、まだない、光ってない。お、え、ずれた、え、入ってねくせんだけど、外れようボーナスかな。うん、おお、ベルオアだ。これでもこれだと二角らしいんだよね。こぼしてみよう。ここにいるけど、うん、ダメ。これはビッグ引かなかったら本当にパチガブさん用のおまけになるな、これ。取って当たった、何も言わないんだな。ああ、いるわ、いる、よかったよかった。いやー、ビビったよ。あー、決めましょう。はい、吐いた。これなんか、いや、最後の最後に当時の体力獲得で一番嫌な時間帯っていうのをなんか思い出させる展開でしたね。やっと当たった1万8000円目みたいなのが化けで、おえってなる。いや、もう引けないだろうな、あと10分ぐらいでしょ。残りあと7分ぐらいですね。無縁っすよ、当たったのにな。この台ちなみにビッグ中はこの塊狙って15枚取って外しも逆押しして塊押すだけです。終わり。全部外せます、それで安心設計です。はい、はい、というわけで何もプレゼンできなかったバトルナイト、とりあえず何もしなかったことにしておいてください。以上です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、もうオープニングの時のテンションとはもうガラッと変わって、もう早く帰りたい。だだ下がりがもうあのファイナルミッションからの下りがひどいですね、うん、やばい。だってさ、だんだん最初つまんないの持ってきて、はいはいはい、まあでも見た目は最高だよ。でつまんないの持ってきて、まあまあつまんないけど次から楽しいしねっつってやってて、楽しい楽しいから、ああまだ打ちたいになって、最後あれこんなんだっけっていう 2段階。まあ予想はしてましたよ、やっぱね、その昔の思い出補正がだいぶ働いて、まあ実際打ってみたらそうでもなかったかなって思うような台はあるけど、でも今回あの島もね、多分バッと見てみてやられて分かるかなと思うんですけど、見た目重視で選んだからね。それはあります。やっぱ男でも女でもパチスロでも見た目だけで選ぶと中身スカスカってやつがまあまあいますから。後半集まってましたね、それがね。そうね、あのミリタリー柄はだいぶ来てたね。まあ、ただあれですね、あの実際ね、ちょっと今日面白かったのが、実際値段をさ、現物があるかないかは分かんないけど、相場が分かったじゃないですか。分かりましたね。ね、でまあ一番最初のレインボーいくらぐらいだったっけ、2、3万ぐらいだったっけ。2、3万ぐらい、2、3万ぐらい、じゃあ3万。
ね、次のヴィーナスが18万、21万で、そっからのプラズマアタックで4万ぐらいでしょ、25万で、そっからさらに8万円乗せて、分かんなくなった、33万で、最後1万円、34万、全部買ったら34万円するそうですよ。私なんだっけ、雑誌のね、紙面の中でもそのパチスロのね、古い台を置いとく基地なんかを作ろうかっていうようなね、あのページとかやってるんですけど、まあそっちは一応5号機メインで紹介してますけど、4号機でそういうの置き出したら家賃の何ヶ月分もたった5台でかかるんだなと思ったらどうしてもでもプラズマアタック4万だからそれだけ欲しいかな。そう、世の中にはね、そうたくさんね欲しい方もいらっしゃる、そういらっしゃるかと思いますから、まあ、あの星みたいな間取りではちょっとなかなか置けないかなっていうのが正直なところなんで、もしぜひお金持ちの方、そんなお金に糸目をつけない上に置くスペースがある大きなお屋敷に住んでる方はですね、ぜひチェスの部屋宇宙の部屋ね、女神の部屋、一部屋1個なの、そうそうそうこんな感じで並べてみるっていうのはいかがでしょうかね。僕はあの普通に観葉植物ぐらいで我慢しとこうかなと思いました。いやただ皆さんにほら、はい、やっぱ買いたくなったの数ですよ、うん、そうですコメント数です、そうだだからそんなこと言わずに、いやでもね俺今日は自信ないね、いや買いたくなるかもしれないですよ前半戦見て、あ前半ね、うん、なんかむしろ最後のバトルナイトまで見てくださった方が申し訳ないよねあれね最後バトルナイトの音だけ取って帰った方がいいんじゃないの本当、いや本当なんだろうあれね本当にただぐったりしただけだろ、ね、本当に当てもしないで帰るっていうねちょっとひどい感じになっちゃいましたけど、まあまあ、まあまあ、とりあえず皆さんが買いたいっていうようなコメントがあればその数に応じて、まあ、僕ご褒美もらえるって話なんですけど、はい、まあ、一応結果は聞きますわ、じゃあね次回ね、そうですね、どうだったか結果は聞きますけど、はい、いや欲しいと思った人いんのかな、だってね、いや多分皆さんもっと他の台が欲しい欲しいって思う方もいらっしゃるかなと思いますけど、僕は例えばこういう基準で台を買うんであれば選ぶかなっていうのをちょっとお伝えしたところもあったんで、まあ、見た目もそうだし、そのまだあんまり未開発な台を買うっていうのも、あえて買うっていうのもまた手じゃないかなと思いますから、今から時期購入、まあこれからもうさすがにパチンコ屋は行かないかなみたいに考えてる方もいるかもしれない、このご時世だからね、そういう方にはまあ時期購入する際のアドバイスになったらいいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。というわけでまた次回何やるかどうか分かりませんが、今回のプレゼンは大失敗に終わったと思っておりますね。毎回大失敗で終わったの毎回大失敗で終わったって言ってますね。あ、そう？そうかな。今回は面白くなかった。今回は大失敗だったって。ねえ、ちょっとだんだん数字も落ちかけてるから、持ち返せるようなちょっとビッグな企画をね考えていきたいと思いますんで。ね、編集部がおっしゃることをそうちゃんと忠実に再現するのが一番いいなと思ってる。そうですね。ゴッと打って女性を出せばいいんじゃないですか。じゃあちょっとそれ覚えとくから。それ次回じゃ楽しみにしていてくださいね。じゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。